2000年の恋は2000年1月10日から3月20日まで富士テレビ系列で毎週月曜日21時21時54分の月9枠で放送された日本のテレビドラマ主演は中山美穂2000年にキングレコードから VHS で映像ソフト化され2001年に富士テレビから DVD ソフトが発売されたそれまでの月9の ラブストーリー作品の中では異色な国家スパイとの恋を描いた意欲作である。月球としては、いわゆる単なるラブストーリーものではなく、経済大国日本に対する教訓めたものが根底に描かれており、アジア問題を作中に散りばめてその要素を盛り立てている。日常生活に何か物足りなさを感じている OL、新大理読は2000年を間近に控えた時に、 外務省に勤める男と運命的な出会いをする。明るく冗談を話す反面、たまに冷たい目を見せる彼に、理読は次第に惹かれてゆく。だが、男の正体はアジアのテロ支援国、ユーラル共和国から来た工作員であり、理読に近づいたのは任務の遂行に必要な情報を得るためであった。愛した人は異国の軍人。 決して特別な恋など望んでいなかった一人の女が壮絶なまでにドラマチックな恋に身を投じていく。ありがとうございます。